こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。ちょっと甘がみした。今日誕生日から。今噛むんかい。今日誕生日おめでとうございます。はい。昨日一日、はい、別のゲームも配信させていただいて、はい、今日またね、ちょっとしばらく一日大きいになるかもしれないですけど、またパズドラのお時間です。2回目。はい、今日無課金サーバーがシュバイルまでやっていきたいと思います。はい。今日はね、ちょっとファンクジューチャレンジもやろうかなって考えたんですけど、クエストね、レベル15まだやってなかったので、一回ね、僕、ジノン出てきたことによって、使いたいキャラがいたので、はい。こちらはね、76なんですけど、76ではないみたいなね、はい。見えるけど見えないものです。はい。それでは、動画撮っていきたいと思いますんで、早速パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね。ダブルオーガンダムを使ってみたくて、はい。一回、こんな感じにしてみました。で、一応、その76にして、何だっけ、スキル効果とか外れた時に、デフォルトが76番面の方が、まだなんとかジノとかなるかなと思って、なんかもう、8月クエストレベル15のギミック忘れちゃったんで、はい。それでは、ご紹介します。76リーダーのシュナですね。シュナに聴覚性全般の強化、スキッチの2つに、アシスティング光線剤。で、オーバーライドがね、この前出た、キャプテンアメリカ&アイアンマンか。はい。に、それで、マシンタイプで付与しつつ、スキルとチーム HP とチーム回復と、はい、体力キラー。体力キラーはね、もうシュナちゃんにはいらんけどね、これ。シュナちゃんっていうのが僕もわかんないですけど、はい。そんな感じで。あと、こちらがね、一旦の盤面76にしたり、あと消せないバインドを隠せる子、ね、解除できるんで、まあ、ちょうどいいかなと思って、はい、そんな感じです。で、こちらがダブルオーライザーやんね、やっぱり。ダブルオーライザーですね、はい。直接浮遊にスキルプラス、で、スキルチーム2つに、キャプテンマーベル、豆武器です。で、スキルがね、30ターンで間自分の攻撃力が2倍、ダメージ上限値が60億、サブの時にリーダーと入れ替わる、もう一度使うとサブに戻るということですね。で、あとはリーダースキルが3色以上、同時攻撃でダメージ 77% 軽、攻撃が40倍、4コンボ型、マシンタイプの回復は3倍となっております。で、こちらがアーニア&モルドレッドですね。これ僕もね、アーニアとモルドレッド結構好きなんですよね。小学生全般強化にスキルブーストプラスプラススキルチーム2つに、ウィスキールの武器ですね。これドライショット。これが最初の威嚇&グラビティと、あとバインドオーギナイズですね。クラミも、あと指も漏れるんで、はい。これいいかなと思って付けております。これ結構武器好きなんですよね、僕。で、こちらがコーネリアを撃てですね。はい。コーネリアに撃ってもらいます、今日は。でも、はい。コードギアスね、3話ぐらいかな。コーネリアを撃て。4話やったかな、あるんですよね。はい。中学生全般強化にスキルブーストプラスプラススキルチーム2つに、バインド耐性がないので、チーム HP を補うために、マグニート武器つけております。はい。で、こちらがね、スキルがね、その操作時間を倍返したり、ダメージ吸収の効果、で、自分の攻撃力が2倍、ダメージ上限値は75億となっております。45億ちゃうんですよ。75億です。はい。で、こちらが自陣というか、はい、自分のサブですね。サブのジノですね。はい。シンクロック戦隊コンピューカーに無効貫通戦隊にスキルチーム2つ、マグニート混ぜてんねん。アグリゲート武器ですね、はい。で、こちらリーダースキルが一応4色同時攻撃、以上、同時攻撃、ダメージの激減攻撃が55倍、3コンボか3コンボで500万ダメージ、マシンタイプの HP と回復が 1.3 倍と。それでダブルオーライザーとね、はい、組ませてる感じですね。で、こちらフレンドさんのジノが、シンクロック戦隊コンピューカーに無効貫通戦隊スキルチーム2つに、霞の呼吸ですね。僕、昨日ぐらいからね、鬼滅の刃、やっと、柱稽古編見出しました。見始めました。アマプラで。で、バチが HP プラスです。はい、そうだね。8月です。レベル15、超重力、濃厚、制限時間60分。60分は使いたくないですが、それでは、最高まずね、一応ね、これだけ使っといて、それまでにギャルギャが出てきたら、ね、はい。で、これで、こっちの距離に使いまして。で、ジーノを。ナイトオブラウンズの戦場に敗北はない。で、ジーノを。ナイトオブラウンズの戦場に敗北はない。で、お前のブリタニアは私を認めない。あ、すいません。まあ、どっちでもいいですけどね、はい。で、全然ね、76リーダーの意味ないでしょ。ほんまないんですよ。で、こちらで、はい、準備されてまして。
大変。でもね、あの僕ね、あの散々言ってるんですけど、76番目めっちゃ苦手なんですよ。びっくりするほど苦手なんで、これはこれでありがたいかなっていうね。はい、一回ほんまね、でもダブルオーライザー使ってみたくて、名前間違ってましたけどね。これ以上は行かせない。私のこの辺だったっけ。行きましょう。お前のブリタニアは私が認めない。あ、私が認めないか。はいはい。え、これ前職ある？前職あります？全然あった。もうね、あの黒飛びバーテンダー黒飛びでまんじゅうチャレンジクリアしたんで、あの本当にちょっとバスで今めっちゃ楽に感じてるわ。あれかな、これもう76諦めるんやったら、どうせ地のループするんやったら地のリーダーでダブルオーライザーに出せるとかありなのかな。まあ僕気持ちいいのかな。あれでしょ、この私がブリタニアを認めないやったっけ。じゃあ、あのお前のブリタニアは私が認めないか、あのじゃなくて、あの普通に知能って言ったらいいんですけど、僕知ってるから、お手1000万あった方がいいんですよね、確か。それで、まあまあ、それでもダブルオーライザー使いたいんで、一旦ちょっとクエストを15挟もうっていうね、はい。結構僕も葛藤したんですけどね。よしよし。で、バービーね。何のことか分かんないけど、はい。お前のブリタニアは私が認めない。はい。で、僕、コードギアスもちょっと見直してて、マジでね、これほんまね、なんかカレン結構ルルーシュしてね、やっぱ主人公目線で子供の頃っていうか見るじゃないですか、バグは。まあまあ何回も出たんですけどね、ジノ目線で見るとね、なんかジノの大カレンに対する思いめちゃくちゃ激アツで、ほんまなんかいいなと思って。で、ここで出し、これアマテラス、うん、マイナンとか、はい。で、次バグを出して最後まで戦うのみ。はい、OK。お前のブリタニアは私が認めない。 C2 とね、C2 とルルーシュとか、ルルーシュとカレンとかのね、関係性にばっか目がいってたんですけど、なんか言えなと思って。はい、 OK、 よし、はい、 OK、 はい、 OK。 これ何してくれた、神園公明を。あー、そうか。あ、じゃあ、ウイスキールはお好きでしょ、貯めてる意味なかったよな、これ。あ、どう、え、マジで言ってる、さっきしてた。って言ったんか。お前のブリタニアは私が認めない。はい、しといて。誰か L 字持ってるんやったっけ、シュナちゃんか。僕はね、全然知らんけど、適当にちゃんつけてるだけなんですけどね。僕結構現実世界でなんとかちゃんとか言うの苦手なんですよね。待って、これ赤のちゃん、やばいやばいやばい、もしかして。そうか、ラックスの元で計算するな。はいはい。これちょっと次先生来たらやばいんちゃう？あ、やばい。おお、怖っ。あ、逆やったらよかったね。逆やったかもしれねえ。完全に逆でしたね。はい。はいはいはい。なんか、僕的に読み取ったのは、最初はね、ほんまにカレンの、なんかその、ジノが、カレンの容姿がタイプやったりとか、なんかね、ちょっと、外面的要素とかね。で、自分の方がちょっと上みたいな感じで出したんですよ。で、なんですけど、だんだんそのカレンの、こういう時にね、こういう時に、ね、デフォルトが76番目だとちょっと楽なんですよ、君が。はい。でも、76番目は私が認めないので、はい、番目戻しちゃうんですけど、はい。OK。んで、そしたら、だんだんそのカレンのなんかその、内面とかにも触れていくことによって、内面とかにも、なんてうまく言えへん、なんか。内面とか、その才能とかにもなんかちょっと惹かれていって、で、最後ね、ちょっとこれ、
言っていいんだね。もう完結してるし、カーニーも。で、最後、カレンに託すんですよね。別に自分は負けてもいいから、そのカレンに託すみたいな感じで。そういうね、もう参り方をするんですよ、最終決戦で。R2 なんですけどね。それがね、ちょっとめっちゃたまらんくて、これめっちゃ動画で話したくなっちゃって。一応レジ制限も入れたし、いけるかな。で、僕ね、結構ガンホさんの方、たまに、オープン、あ、これ、いるってあれとか。結構ね、コラボってね、隠れたその属性の、なんか、粋な計らいとかあるじゃないですか。そこでね、最初はその、貴属性に変身するのもなんかそこを表してるんじゃないかなとか思ったり、勝手になんか夜深夜想像してた、はい、ちょっと気持ち悪いやつです。はい、ああそういうことかと思ってね、最初はねその水属性で彼に対して強いんですけど、変身するとこれ変身したらその最終決戦フォームなんですよね。そこが実はそういうことを表してるんじゃないかと思ったりね。はい、ちょっと溜まってませんが、スキルレベル上げた。これお前のブリタニアは私が認めない、私は認めないので、はい、コーネリアを撃てしようか。皇女として最後まで戦うのみ。いや別に、デフォルトで、あ、そうか、指輪伸びてるからなんか大したことないなと思ったら自分で指伸ばしてるんやった。よし、これ倍になってるよね、確か。あー、ちゃうか、よかった。お前のブリタニアは私は認めない。はい、これダブルオーライザーあれやな。やっぱあれかな、ジノとあれかな、リラチェンした方がいいんかな、よかったんかな。すんげえ落とし決まってるね、なんか。パズル上手い人みたいになってる。はい、オッケー。はい、おー。いい落とし組んだらなんかめっちゃ落ち込んでたな。オッケー、オッケー。で、これでジノ、お前のブリタニアは私は認めない。でも、ちょっと76画面を、今回にちょっと見送ってもらって、はい。見送ってもらうというかね、認めてもらって。僕もちょっとあんま認めたくない部分もあるんですけどね。76画面は。なんで76でパズルできんの皆さんと思うんですよ、僕。はい。ちょっと待って、これ闇消えてなくない？闇頼む。あ！間に、まん、しっかり掴んだ。76許さないでごめん。やっぱ76やわ。よしよし。んで、はい。で、これを、ダメージクッション、シュタルクハドロンとか。よし。まあ、もう76番目は認められないんですけどね。はい、ジノは。あ、ちょっと待って、これバーテンダークロトビパズルになってる。バーテンダークロトビパズルになってるで。ジノ使ってたらね、僕の中ではね、まだ、バーテンダークロトビの口なんですよ。はい。オッケーオッケー。はい。よいしょ、オッケー。ソロモンの悪夢。ソロモンを私は変えてきた。はい。お前のブリタニアは、スターダストメモリーわからん方には、スターダストメモリーって言い方も、わかんないですよね。ガンダムの、コラボでは出てきてないか。はい。これでいいか。ちょっと息って待つとか作っちゃう？作れてへんけどね。いや、火作ってないから。機械が作れたか火が作れたかどっちかさ、ただだけ。はい。で、何も。今何もね。待ち配置は私は認めない言われてるんで。はい。で、これで、暗闇、あれか、天球か。天球がモチーフになってるよね。はい、お前のブリタニアは私が認めない。はい、これちょっとあんま食らってんし。あ、ちょ、コリアミドロップだった。はい。これでいいか。若干ね、なんか、あ、ちょ、待って。L 字なってんかった。まあ、ええわ、別に。その代わり闇がなんか L 字っぽくなったな。毒耐性は、
ないわ。お前のブリタニアは私が認めない。でもその別にジノが毒盤面も私は認めないので、はい、毒盤面にもいたしませんので、危ないよ。ほら、光決まってんやん。なんで水入れし組んだんやろ。もうここはね、ちょっと忘れたのあるんで、はい。で、毒盤面は私は認めないですね。これいいっすよね。ここ、そうそう。なんでアシストの効果解除しようと思ったの。これでいいか、いや、こうでいいか。あ、ちょっとずれてるし、また光決まってんか、これ。やばい。これなんか、もたついたら何か起こってきよるんすよね、確か。もう、蝶々。お前のブリタニアは私が認めない。6番目も私は認めませんと。はい、そう、下手にね、その、バーテンダー教とパズルが混じってるから、なんか今見えてないんすよね。はい。よし。まあ、多少もたついたところで、多少もたついたらあかんのよ。ダブルオーライザーが、あと、あ、上溜まってもうたな。なんでいいか、別にこれは溜めとくか。はい、さつきちゃん。はい。天魔の目覚め。ああ、マジか。ジュージャル暗闇目覚め。暗闇目覚めか、マジか。これはちょっと回復力はアップさせない。あれか。回復力アップ誰か いらっしゃった。デラックスでよかったかな、これほんま。まあ、いいか。お前のブリタニアは私が認めない。私は認めない。どうしよう。ちょっと待って。これも。はい。よし。一応軽減倍率だけ増しときまして、はい、 OK。 これ耐えれるかな。あー、めっちゃ目覚めるやん。暗黒貫通、おー、痛い。はい、どうしよう。これ シュナはシュナやんね。はい、ちょっと待って、とりあえず私は認めないして、で、これシュタルクハドロンも使って、これ色ある？色を全部、いや、木だけ見えてんから、木ここねいけるか、別に。これで落ちてるよね。毒落ちこんで、よかったよかったよかった。よし、オッケー。で、14フロア。セブンミラージュ。ミラージュテンポってなんか、なりませんでしたっけ。ポイズンクロー。ポイズン。はい、オッケー。ジノを使って、お前のブリタニアは私が認めない。ダブルオブライザーがね、溜まったところでギラチェンもう一回戻ってこられてもね、困るんですよね。全部見えてますね。いや、どうなんやろ。あ、見えてる。よかったよかった。ちょっと待って、水。これなんか僕も多色あれやぞ。ほんで多色の方が下手し使いやすいぞ。もうよし。はい、オッケー。ガードブレ最強やね。よし。しれっとなんか、コーヒー飲むっていうね。はい、オッケー。で、お前のブリタニアを私は認めないして。で、これが何が見えてない？見えるけど見えない色は。光。あ、全部見えてるか。はい。で、ここをこうしたらあれだけやから。はい。いやー、これでいけてるはずなんやけどな。
よしよし、OK。はい、OK。で、スターウィークなんとか。はいはいはい。あ、じゃあこれあれか。ここで、お前のブリタニアは、私が認めないにして、んで、これマシンに待って。自分の攻撃ダメージ、操作時間が、あ、別に、電話、インフレじゃない。で、これで、シュナちゃんを出して、で、俺の距離だ配置して、アーニャもあれか、解放しようか。いや、アーニャは別にダメージ解放されてるのか。ごめんなさい、ごめん。適当なこと言ってた。敵、全部見えてるよね、これ、さすがに。特に影響もないので、指も伸びてるし、あ、危ない。指も伸びてるし、言うて、76番目下手くそなことは、こういうとこ。自分が。よし、これで、はい。はい。まあ、こんなんやけど、ふとりみたいに、無限倍率リーダーでもないので、ただ、5色は消えてるよね。よし、ゲイ！ルーレット、あ、よかった。あ、そこで出まくる？あー、マジか。はいはいはい。どうしようかな、これ。でも、いや、ちょっと、ルーレット、あれやな、忘れたな。ここで、お前のブリタニアは私が認めない。はい、水だけ加護をすくっといて、あ、ちょっと待って、これが火やと、いや別にあれか、4色でし、これは別に、あ、待って、いや、こうか、これでいいや、いやね、よかった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 、危ねえ、はいはい、これちょっと待って、ダブルオーライザー、ダブルオーが目覚めるときね、なんて言って、とりあえずシュタルクハドロンって、はい、OK、目覚めてくれ。ダブルオープン。あー、引き伏せられた。目覚めてくれ、ダブルオー。ここには、オーガンダムと、エクシアと、俺がいるって言ってね、刹那がね、いるんですよね。普通に聞いちゃうわ。ベルジでよかった。はい、OK。OK。で、次で、はい。はいはい、封印は大丈夫よ。あぶねえ。あ、そうそうそう、こういう時になった時に、やっぱね、デフォルトで76っていうのはありがたいですね。よし。76番面を私は認めないんですけどね。あ、ちょ待って、そんなしょうがないこと言ってたら、ちょ待って。これあれかな、でも回復した方がいいっすよね、これ。こうしといたら、はい、はい、ここで。はい、はい、はい。いやー、ちょっとあれやな。そうか。マジで、暗闇はしんどいよ。暗闇はしんどいって。超根性時なんかあるよね、これ。ダブルオはもうこれもう20億しか出えへんから、せっかくのツインドライブシステムやけど、なんか不正法もありそうやし、はい、お前のブリタニアは私が認めない、回復光、大丈夫大丈夫大丈夫、最後大丈夫、キーが見えてんのが
キーだけ見えてないね。キーだけ見えてないから、ここだけしといて。これで、キー、はいはい、OK。ちょっと今回はルーレット、カツはお休みです。はい。よしよし。はい。貼れるんかな、これ。ね？アクアフィールド。あー。5、6番目すらも認めてもらえないと。はい、OK。じゃあ、じゃあ、ダメージ吸収どうか。じゃあ皇女として最後まで戦うのみ。最後まで戦ってもうて、ねえ、待ってね。そっか、分かった。お前のブリタニアは私が認めない。で、最後だけ7、6番目認めてもうて、はいはい、オッケーオッケーオッケー。ただちょっとルーレットが増えてもうたな。人数はあれでしょ。とりあえず回復は4に絶対で、光で、闇で、光。何揃ってん、何揃ってん、これ全部揃っとるわ。うん、揃っとるね。こっちね、こっちね。おっ、危ない。それはさすがに危ないよ。お、まだ吸収。あ、2ターン吸収、2ターン吸収継続。あ、ルーレット消えた。じゃあ最後に、やっぱり、お前のブリタニアは、この場面は私が認めないです。はい、OK。で、水は揃ってない、水揃ってるから、ちょっと木だけきついかな。で、こうして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 、こうしたら、はい。謎に T 字も決まりつつ、落としも決まりつつと、ということで、はい。よし、OK。ほっそり一発撮り、今、いやいや、撮るのは一発撮りなんですけど、一発撮りができましたね。はい。はい、ちょっと動画見ておこうか。はい、それではクリアタイム見てみましょう。はい、2024年8月11日、11月1分にクリアできてましたね。はい、8月のゲストダンジョン、レベル15、クリアタイム23分 6.8 秒ですね。はい。いやー、ちょっとクエスト、レベル14で試運転しちゃばれてるんですけど、はい。はい、びっくりした。はい。こんな感じで、全然クエスト15ね、ダブルオーライザー、リダチェンで全然クリアできますので、はい、皆さんもぜひともね、字の、似たようにできる方は、ちょっとこんな感じで、お遊びでも全然クリアできますんで、シュミパでもね、はい、ぜひ挑戦してみてください。はい、それではね、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。はい、見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければ、動画の感想や、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録ですね。よろしくお願いいたします。あと概要欄にあるね、X や TikTok、そのところもぜひぜひチェックしてみてください。それでは、今回の終わりは私、ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。